ご機嫌ヘドラ。開始11分ぐらいのところで出てくるのかなどうしても足らないものがね、一つあるんですよね。うわぁ、これ、このご機嫌ヘドラを手にする時が来るなんて。くるくる回しながら価格の話をしていきたいと思います。そうなったらね、値段がね、下がってくるかもしれないですね。ヘドラコーナーにご機嫌ヘドラを飾ってみました。 今回は、あるお宝祖父ビを紹介したいんですけど、その前に僕のね、ヘドラコレクションを軽く紹介したいと思います。えーと、まずは、水中機ですね、こちら。これ、YMSF さんの祖父ビになりますで。目はね、自分で星型に塗装しました。はい。で、次が上陸機、四つんばいバージョンですね。こちらは、ムービーモンスターシリーズになります。 目はやはり自分で星型に塗装しました。そして次が飛行機。これは YMSF さんのソフビですね。はい。これはもともと星型の目になってます。はい。で、次が、えー、煙突ヘドラですね。この煙突を加えたヘドラ。こちらは CCP さんのソフビですね。はい。グロスブラックバージョンです。 このね、煙突がね、外れるようになってるんですよね。うん。あと、こちら。目がね、ドールアインになってるんですよ。すごいですよね。うん。で、次が、上位、あ、成長期ですね。はい。こちらはですね、シンヘドラ。マコトのヘドラと書いてシンヘドラと読むんですけど、YMSF さんのソフビーになります。これ、かなりね、大型なんですよね。だから、 まあ他のゴジラのフィギュアとサイズ感がいい感じなんですよねあのヘドラって頭頂中の人の頭頂項はここら辺に来るんでだから普通のソフビとかモンスターズと合うサイズ感ですねそしてこちらがあ抱っこ形態ですねあのゴジラに捕まってた時のはいこちらが YMSF さんのソフビになりますねうんあとですね えー、空張りで持ってんのはこの銀河ヘドラですねはいいやこれはねもう色彩が素晴らしくて迷わず買っちゃいましたこれは CCP さんのソフビになりますねはいあとはこちらちっちゃいソフビパペットマスコットだっけかなデフォルメだけどすごいリアルなんですよねこれエンスカイさんで発売してるやつですねであとは東宝怪獣コレクション これも目は自分で星型に塗りましたね。はい。以上がね、僕のコレヘドラコレクションなんですけど、これでもね、ちょっと、どうしても足らないものがね、一つあるんですよねで。ずーっと欲しかったんですけど、ようやくそれがね、発売されたんで、買うことができました。今回紹介するお宝ソフビは、こちらですね。はい。 ご機嫌ヘドラ。いやー、ようやく手に入れましたよ。この携帯。このね、アニメヘドラですよね。うん。これはね、あの、今年のワンフェス、2024年のワンフェスで発売されたものらしいですね。東方の著作表示もあります。で、後ろ見ると、はい、こんな感じ。で、こちらはね、マルハチガングさんってところで出してるソフトビみたいですね。 で、あのー、このご機嫌ヘドラっていうのはね、まあヘドラが好きな人は知ってると思いますけど、まあこれですよね。あのー、開始、これじゃないか、こっちか。うん。開始11分ぐらいのところで出てくるのかな。あのー、なんかタンカーがね、謎の怪物にやられてるみたいなところで、このアニメーションがね、出てくるんですよね。はい。こうね、タンカーから。 油を飲んんだりとかするるシーンがあるんですよねでねこれのね立体物が僕欲しかったんですけどで去年のワンフェスかな2023年このゴキゲンヘドラのレジンキットがね出てたんですよただまあレジンキットだからねちょっと自分で色塗ったりしなきゃいけないんですけどまあね上級者だとこんなふうにね上手に作れるしね背景シートとかも作ってかっこいいですけどうんーでまあそれやって 買ってもよかったんだけど、ちょっとやっぱりお値段的に厳しいものがあったというか、完成品だったらね、うん、買うんですけど。で、今回ね、見つけた、あ、そう、それで、あと前にね、メディコムトイからもこの携帯出てたんですけど、ちょっとやっぱ劇中のイメージと違うなってことで、で、ようやく発売されたのはこれなんですよね、ワンフェスで。 でもね購入報告とかほとんどね見当たらない23件ぐらいしか見ないし,し紹介してる、うん、ポストもなあ少ないんですよねすごいね。うん、で「#8 ガングさん」ってどんなんだろうと思って調べたんですけどなんかねこういうアート系ソフビとかインディーズ系のソフビかなこのだるまとかねあと「世界の化け物図鑑」。 うん、こういうインディーズソフビみたいなのを出してる方なんですかね。うん。でね、X あるのアカウントあるかなと思って調べたら一応あったんですけど、もう5年ぐらいポストしてなかったんですよね。で、インスタの方にはなんかあのこのご機嫌ヘドラをなんか投稿してたみたいなんで、インスタメインなんですかね。はい。では改めてヘッダーとか見ていきますか。 いや、いいですね。これ、的中のあの背景のイメージですよね。こう、紀元ヘドラ。うん、この字体もいいですね。うん、後ろも同じようなイメージになってますね。メイドイン日本。うん。では、開けていきたいと思います。あらかじめホチキスは開けておきました。よいしょ。よいしょ。はい。 こちらもよいしょよいしょよいしょとはいじゃじゃーんはい出てきましたいやいいですねうわーこれこのご機嫌ヘへラを手にする時が来るなんてめっちゃ感動ですねでは詳しくレビューしていきたいと思いますまずはぐるっと一周してみますか うん、こんな感じですね。はい。後ろにはヘドラって書いてありますね。うん。ちゃんと後ろも作り込まれてますね。はい。支しました。でね、これ下はね、こんな風になってます。空洞ですね。うん。はいで。こちらのソフビが素晴らしいのは、この構成ですよね。ちゃんと背景があって、 この海のね、ジオラマもついてて、こういう工場のね、シルエットとかもね、ちゃんと表現されてる。この全体として、このジオラマとして完成されたソフビっていうところが素晴らしいですよね。うん。このね、背景はね、あの劇中の雰囲気で作られててね、もやもやとした感じで。で、これね、お日様があって、このご機嫌って文字がね、もう可愛いですよね。 うん、で、このヘドラの本体はこんな感じですね。いや、これもかわいいですねで。口がいいですよね、これね。すぼんだような口っていうか。うん。で、目もね、かわいい。鼻も。うん。ちゃんとね、塗装されてますね。造形もしっかり入ってます。うん。いや、素晴らしいですね、この顔。うん。でね、このね、 両手にはね、あれですね、タンカーとクジラを持ってるんですね。はい。このタンカーもすごい細かいですね。甲板が白く塗られてて、側面が黒く塗られてて、いや細かく塗装されてます。そしてこの、ね、タンカーから流れる油もね、しっかりと造形されてて、塗装もね、綺麗に塗り分けされてますよね。そして反対側のクジラも、 うん、ちゃんとねお腹のところが白くなってて背面が黒く塗られてますでこれは血なのかなドロドロっとしたのがね流れてますうんそしてねあのこの海面ですよねこう魚がね死んだ魚が仰向けになってるんですよねそのシーンをしっかりとこう再現してるいやこれは素晴らしいなうんそしてねこのね うん、工場のねシルエットも入ってるとこのアートとして完成された、うん、この完成度がね素晴らしいですよねうんで後ろも、ね、しっかり作り込まれてるというねこの工場のシルエットがね、うん、ちゃんと表現されててそしてこのヘドラですよヘドラの文字、うん、これちょっとね立体的になってるんですよねこううんでこちらには丸8 ○○ 丸八ガングさんの丸八という刻印があって、あと著作表示も刻印されてますね。いやー、素晴らしいですね。もうこれ、もうヘドラの装父母の中で一番お気に入りですね。はい。くるくる回しながら価格の話をしていきたいと思います。ちょっとね、モーター音がうるさいんですけど、ご了承ください。うん。で、このね、 このご機嫌ヘドラがワンフェスでいくらだったかっていうのはね、ちょっと僕わかんないんですよね。情報がちょっと少なすぎるんですよね。うん。で、僕が買った値段は16,999円です。いや、約1万7000円ですよね。いや、めっちゃ高えなと思ったんですけど、やっぱりね、他に出品がないし、もう買える機会がね、うん、な,ないから、うん、まあ、ちょっと頑張ってポチっちゃいました。 まああ、メルカリではね、19,999円でしたね。まあ、約2万。まあ、でも2万出してもね、このクオリティならね、うん、それだけの価値はあると思うんですよね。で、僕、今回ね、ちょっとポチったのにはわけがあってね、あのー、このメカゴジラ飛行形態このリアルなやつがね、手に入ったから、前の丸三のおメカゴジラ飛行形態を あの出品したんですよね。まあ、うん、ちょっとでも戻ってくればいいかなと思って、5500円で買ったんですけど、まあ3000円ぐらいで出品してね、買った値段分もっと戻ってくればいいかなと思ってたら、なんとそれが3倍の1万6500円で売れたんですよ、どっかの中国人に。うんでね、うーん、それでまあ、ちょっと気が大きくなって、ついポチってしまいました。う ただね、このクオリティならさっきも言いましたけど、2万、3万ぐらいまでなら出してもね、僕はその価値はあると思います。ただ、あの、今後またワンフェスで発売されることがあれば、どんどん流通量が増えていくでしょうから、そうなったらね、値段がね、下がってくるかもしれないですね。はい。はい。ヘドラコーナーにご機嫌ヘドラを飾ってみました。ちょっとね、ぎゅうぎゅう詰めなんで、 もうちょっとね、本当は目立つ飾り方をしたいんですけど、うん、これが今ちょっと限界ですかね。うん、ご機嫌ヘドラだけ、こう、このゴジラ三輪車みたいにウインナーケースに入れて飾るっていうのもありかもしれないですね。はい。はい、今回はご機嫌ヘドラの紹介でした。またねー